やっと戻ってきたわね。あとはアイテムをセットするだけですね。いきなりモンスターがポップしたわ。さしずめ装置の番人ってところね。しかも4体も、私たちだけじゃ手に負えないわよ。まずいな。どうやら敵に囲まれたようだな。あなたたちはシャムロック？どこのパーティーかは知らないが、ここは共同戦線と行こうではないか。ああ、助かるよ。お前たちのパーティーはそこにいる2体を倒せ。他の2体はこちらで引き受ける。分かった。落ち着いていきません。残り体力に気をつけて。
無理はするなよ。まだまだいけるよ。大丈夫なのか、ユキ。もう持たないかも。アスタ。大丈夫？しまった。さすがにまずい。ユキ。いけない。出てきたよ。俺たちにとってもこのフィールド解放クエストは重要だからな。ん？メッセージ？ギルド本部からか。何？セブンのイベント準備のため緊急招集だと？どうしたんだ？俺たちは一度ギルド本部に戻らねばならなくなった。先に中央の島に上陸する権利はお前たちに譲ってやる。え、いいの？この程度、我々シャムロックの攻略において支障はないからな。よし、撤退だ。行っちゃいましたね。本当にいいんでしょうか？ええ、私たちが先に攻略するとしたら今がチャンスよ。せっかくシャムロックが譲ってくれたことだし、中央の島に行こうぜ。気流装置が起動。お、何かあるの？
はいつも頼りになるで。すごい装置だったな。ブワーって一気に上がってすっごく面白かった。怖くシリカちゃんは絶叫系苦手なんだよね。ジェットコースターみたい。俺たちもいる。このダンジョン、気流装置を起動するためのアイテム集めで入ったところとは違う雰囲気がそう？見た感じそんなに変わらないような気がするけど、索敵スキルが高くないとわからないのかな。いや、スキルというかゲーマーとしての勘だよ。これが結構出てきたよ。調子で行こうぜ。